これから一級観光所ですね、学科試験、これについての学習の仕方のガイダンス、これでいきましょうね。そうしますと、このテキストはですね、大体この21巻ね、これを目標での学習しようと、この以内で学習しようと、これはね、1日1時間こういうつもりで、この21時間ですから、もしも3時間ぐらいとか4時間とかできる、1日それだけの学習ができればですね、例えば4時間できるってことであれば、これはもう5日で終わってしまうと、まあ、そういうような形になるので、これは自分の都合に合わせてやっていただければと思います。で、まず最初に学習するときに、ね、この動画を見てくださいね。まずこの動画をよく見て、あらかじめその時間長くないので、まず動画を見てから、その動画で全部解説してるわけじゃないので、自分で学習するってことは大前提なので、何をどんなふうに覚えればいいかという学習の仕方をここで動画で学ぶということですね。ですから全部動画で学習するぞというんじゃなくして、勉強は皆さんがやる、勉強の仕方を説明すると、まあ、こういうふうに理解いただければと思います。じゃあガイダンスをこれから始めていきますけども、まず試験の日程、これはもう出されまして、9月のですね、上旬にはまあ学科試験が合格したされた方は実地試験に向かっていくと、まあ、こういうその順番になるわけですね、なっていく。それから可燃度の方は、まあ、こういうふうな実地試験の申し込みいたしますけども、今は学科試験の問題ですから、9月の上旬に試験があると、まあ、こういうことになってきます。はい、それからですね、じゃあこの試験はどういう試験かというと、試験はですね、午前の部と午後の部と2つにこう分かれてますね。そして午前の部ではですね、大体これはほとんど選択問題が出てくる。だから44問出て33問というね、主に選択関係。それから午後になるとほとんど必修ですね、29問中27問ですから。で、合計ですね、60問回答する。で、このうちですね、36個あって、3個6個以上あってればいいと、ね、60% ということで、全部解かなきゃいけない、正解しなきゃいけないってわけじゃないので、60% ですから、どちらかというと自分が得意なところをしっかりまとめると、まあ、そういうまとめ方の方がいいでしょうね。まんべんなく勉強するのも大事ですけども、まず自分の得意なところを固めるというやり方の方が能率がいいと、まあ、こういうことですね。じゃあ具体的にですね、どんな風になってるかというと、このテキストの構成はまず第一分野ね、これは観光地の一般的な知識が問われてます。それからどちらかというと理論的なところですね、こちら。それから具体的に観光地の専門、これはですね、空調関係とそれから給排水関係とね、大きく2つに分かれてまして、まあ どちらかを主として選ばれるというふうに、だから上下水の方は大体後半を、だから空調関係の方は大体全般を選ぶがいい。だ、選択といっても自分の得意な方を選択するできると、まあ、こういうことですから、比較的、まあ、ここの点も何ですかね、人によって、初めての方はこれどれ選んでも一緒ですけども、どちらかというと専門的な知識のある方は自分の好きな方を選べると、こういうことですね。それからこの B 問題の午後の部に入ってくるとですね、これは全部必修です、こっちはね。これは選択性がないので全部必修。だから、計画と施工計画、工程管理、品質管理、安全管理。ここは施工管理ですね、施工管理。それからもう一つは施工の工事、ね、こっちは工事関係。まあ、これは全部必修ですね、施工管理ですから、ここ全部必修。それから法規もですね、12問中10問ですから、まあ、ほとんど必修に近いと、ね、そういうことになります。で、ここでは、労働関係ですね、労働安全衛生法とか、それから労働基準法、まあ、こういったところが出てくる。それから建築基準法、それから建設業法、それから消防、まあ、このあたりをやれば大体、この中心的には大体これとこれとこれぐらいはまあ勉強してくればいいですよと、まあ、こういう形にこうなってくると、これですね。ですからこのうちこれだけ学習をして、全部で60問出ますからね、36問以上正解できるように学習すると。いうことですね。だから場合によってはこういうところが得意な人はうんとこういうところを中心に力を入れてね、どうも法規の苦手な人だったら自分の苦手なところと嫌いな好きなところと嫌いなところ、どちらかと好きなところを集中的にまずそれを固めるといった方が割合合格率は高くなると、こういうことなんですね。さあ、それじゃあですね、じゃあどうやって勉強していくかという問題なんですけども、これはまず動画見てくださいね、まあ、動画まで見ましょうとね。それからですね、
過去に受けたことがあるというような人、これは実際にですね、自分の実力がどの程度なのか、あるいはどこが私は不足しているのかということをですね、実力判定模試の最後に、テキストの最後につけてありますので、それでちょっと確認をしていただいて、自分の弱点、まあ、それを確認した上で、やってください。だから初心者の方はここから、もう初めて受けますよっていう方はここから来てください。これは学習ターゲットといって、まずですね、何を学ばなきゃいけないかというと、これだけ学んだらいいよというのがここに書いてあるわけ、ね、でそれを理解するためにこれが学習すると、こういう形ですね。でこれはですね、どんなふうになって、このターゲットはどんなふうになってるかというと、これはね、1日4台勉強するようになってるの、ね、でこれは15日間、ね、1日1時間で勉強してこうなんだな。だからこれを1日8台やれば10日で済むわけだな。そういうことで、だから1日大体4問やる。そうすればですね、1日4問やれば大体、まあ人間のペースというか、理解していくという順番としては、だってこれぐらいのスピードだったら確認できる、こういうことですね。でこれで全部でね、これだけできれば本当はもういいわけだけど、これだけではやっぱり心配なんで、確認しなきゃいけないね。ということで、これは6日間かけてもう一回ここのような問題をやっていく。でこれを理解、これは復習する、だから次の編、これ復習なんだ。だからこれ6年間全部、過去の問題の6年間の問題を全部ポイントを書いてある。でこの残りはですね、何かというと、過去その4年間、残り4年間のポイントを整理してある。だから6年間はしっかりやって、で4年間で確認をする。でここへ来るとね、この過去4年間後ろの4年、ここの部分に来るとね、もう6年間でやったことの繰り返しなんだ。これどんどん勉強できちゃう。あ、これ前やった、これ前やった、どんどん復習だから、ここ意外とこの6日もかかんないの、本当は。ね。これやってるうちに、あ、これ分かった、これ分かった。ということで、ターゲットの内容が理解できてきますよ。まあ、で、時間があった人はですね、テキストの内容をよく読んで、重要項目とか過去問題をやっていただければというふうに思います。じゃあ、いよいよ始めましょう。じゃあ、どうなるかというと、これは学習すべき60問だけ選ぶから、60問だけ選んでる。で選んでるんだけど、選択問題はどうやって選んでるかというと、例えば選択問題ね、観光地専門なのどうやって丸と×がありますね。で丸のところはね、これ実地試験に必要なところ、ね、実地試験でよく出てくるところだけをこれ勉強してる。だから、どこを勉強してもいいんですけども、まあ、同じなら実地試験にも関係するところを中心と、丸が書いてあるところはこれ大体実地試験がよく過去に出た問題、そういうところを中心にこう出されてると。で必修はしょうがないよね、こう黒丸はもう全部勉強しなきゃしょうがないからね。でここのところ、法規のところはもうね、前全般だけ勉強して、まあ、後ろはだから捨てると、まあ、こういうことですね。で60問だけをまあやっていこうということで、じゃあ、こういうふうに勉強するんですけども、じゃあ具体的にどうなってるかというと、1日4問ですから、はい、1日目ね、1日目はだから4問までやりましょう。2日目はだから、スケジュール書いてあるんだからな、2日目はこうですね、3日目はっていうとこうやってやってくださいね、っていうふうにこう1、2、3と勉強する予定の日にちは書いてある。でこれ1日ですね、こうパッと私は8問やりますよと、これは10日で終わっちゃうね。ということで、このスケジュール表を見ながら自分で学習をしていただければいい。だからそしたらこれで21日で大体全部終わると。ね、で21日で21日かかるんですけど、ここはですね、21日かかりませんよね。これは15日で終わるんだからね。15日で全部終わっちゃう。で残りのですね、復習はどうなるかというと、これ復習だね。復習はですね、1日10問やるわけ。これね、ずっとやって16日目はこうと。ね、17日まで。まあ、これは16日目ですよと。15日目まで終わってるから、これ全部ね、ほとんど繰り返しなんだ。過去問の前やった学習を復習する感じになってくるので、同じようなものいっぱい出てくるので、どんどん学習できちゃう、こっち側ね。ということで、比較的こっち側は早く、これは確認だから、学習をして追放で確認と、この2つをセットでもってこの講座は成り立っていると、こういうふうに考えていただければと思います。以上でですね、説明を終わることにいたしましょう。